はい、今回はニャースさんの将棋を解説したいと思います。ニャースさんはですね、得意戦法が中飛車で、棋力が将棋クラブで将棋クラブ24で11級ということです。でですね、19歳の学生さんだそうで、幼い頃に将棋を指していて、もう長らく指してなかったんですが、最近久々にまた指し始めましたということですね。まあ、このニャースさんは書いてないんですけども、結構この電脳戦今年だったりなの指されて、それをきっかけにまた将棋をこうやってみようかなとか興味を持たれたという方が非常に多いので、初心者の方もですね、最近どんどん増えているような気がします。はい、で、まあ、得意戦法中飛車と話したんですが、まあ、最近はですね、何かこう得意なものを自分で身につけたいということで、中飛車をこう重点的に練習しているということですね。で、積極的に先に仕掛けていき、まあ、終盤戦でこう攻め合いになっても勝てるような棋風を目指しているということです。ただ、まあ、相振り飛車の時に攻め方がいまいちわからないのと、あと穴熊に組まれるとちょっと困ってしまうということですね。で、結構こう戦いの前にこう手待ちをしてしまうことが多く、まあ、そこを改善していきたいと思ってますということなので、そうですね、戦いが仕掛けるあたりをこう重点的に解説したいと思います。で、一番最初に最後に書いてあるのが、野月先生のファンですと書いてるので、それだけで棋譜を採用してしまったんですけども、まあ、でも結構将棋がですね、面白そうな将棋だったので、ちょっとですね、まあ、2-4 で11級ということなので、まあ、実際はもう少し強いと思うんですが、まあ、級位者の方にとってちょっと苦手な部分を説明していきたいと思います。はい、それでは将棋の方始めてみたいと思います。先手番がニャースさんですね。まず5六歩、はい、中飛車ということなので、まあ、初手、先手の場合は5六歩から突くことが多いですね。で、3四歩、5八飛車、5二飛車、はい、相中飛車ですね。なるほどとしか言えないですが、まあ、よくアマチュア同士の方は相振り飛車、振り飛車党の方多いですからね、結構まあ出てくる形なんでしょうかね。で、7六歩、4四歩、はい、角道止めましたね。で、4八玉、1四歩、はい、1六歩、6二玉、3八玉、7二玉と、まあ、振り飛車で飛車の振る位置が確定しましたので、まあ、玉を囲っていくということですね。で、2八玉、8二玉、5五歩、9二香と、はい、後手番の方はですね、一目散に穴熊ということですね。まあ、こう例えば、まあ、ネット対局なんかで持ち時間短いと穴熊しっかりと囲いさえすれば非常に優秀ですよね。やっぱり硬いですし、こう負けにくい戦法ですのでね。まあ、ただ駒組みの最中は隙だらけなので、まあ、早めに戦いを起こされることだけは気をつけないといけないですね。で、9二香に9六歩と突きました。9一玉、9五歩、8二銀と。この組をしてきまして、まあ、先手も8歩の位を取ったので3八銀と固めて3三角、はい、で、6八銀、はい、4二銀、7七銀、4三銀、6六銀、はい、銀を活用してきましたね。で、活用の仕方なんですが、まあ、6六に出るつもりであれば、まあ、こちらから行くのもいいんですが、やっぱり5七に上がって、
まあ、5六銀型を目指すというのもいいかもしれませんね。そうですね、この瞬間に6八銀と上がって4二銀にこう上がって、多分飛車が向かい合ってるのでそれを気にしてのことだと思うんですが、かえってですね、先ほど言ったように穴熊まだ未完成ですので、例えば5七銀と上がって5四歩と動いてきてもらう分には先手として歓迎だと思うんですよ。例えば5六銀と普通に出ておきまして、まあ5五歩と取ったとしても同銀と取って、次にこう4四銀とかっていう手もありますし、4三銀だとこう5四歩とね、拠点を作っておけばいつでもここ攻めることできますよね。例えばこう9七角と出るような手でと金作りを狙う手もありますし、こう桂馬を跳ねていって歩が成るような手もありますので、うん、あんまり気にしなくていいと思うんですよね。でこう5六に銀が出る余地も残しつつ、まあ何て言うんですかね、あの6六銀も見ておくっていうのはいいと思いますね。はい、実戦はまあ7七銀の方から上がっていきました。で7一金で7八金、はい、ここです。ここが大事で、まあ穴熊戦相手だけではないんですが、このよく居飛車と振り飛車の場合、中飛車組んでこう居飛車で相手が攻めてきた時に7八金と上がることはあるんですね。こうバランスを取る意味もありますし、角の頭を守る意味もあるんですが、ただこの場合はですね、あのこちら側から攻められる心配は全くありませんので、この金がこっちに行ってしまうと、まあ、うん、そうですね、 99% 単なる離れ駒と遊び駒っていう可能性がありますので、相振り飛車の時はこう上がらなくていいと思うんですよ。まあ、例えば相手が浮き飛車でこう飛車回ってなられそうだったら守るっていうのはありだと思うんですけども、特にこの後手の飛車がすぐにこう浮き飛車になって回ることはありませんので、例えば5九金とこう寄ってですね、また金が上がってこう高みの囲いを目指すような感じでもいいですし、5九に寄ってあるだけでも強いですので、うん、なんかこの金は玉の近くで使うっていうのが大事ですね。はい、実戦は7八金と上がりまして、5一金に3六歩とこちらを突いたんですね。で6二金、3七桂と、はい、跳ねていきまして、2四歩、2六歩、1三香、2七銀と銀冠を組みました。で2二角、手待ちですね。そうですね、穴熊完成してますし仕掛ける場所ないですからね。で3八金と、で3三桂と桂馬を使ってきました。そうですね、こういう場合でもこの金がこっちの方に行ってれば4八金とくっつけたりですね、することができますので、うん、ちょっと穴熊相手には玉が薄いかなっていう気がしますね。飛車交換とかになった時は明らかに先手が不利になると思います。で4六歩、5一飛車、はあ、4八金、うん、でもここで金使ったのはいいと思いますよ。で1一飛車、6五銀、5一飛車、そうですね、後手は手待ちですね。で5七金、7二金と上がりました。で、はい、4七金、うん、ここにいた金をこう使っていくと、ちょっとね、手数的にはここから、まあ、飛車がいるので1手2手3手かかる金が1手2手3手4手とね、まあもうちょっと手数がかかって、まあ実質1手損してるんですけど、でもこうやって使っていくのが非常にいいと思いますね。で3一角、はい、7五歩、4二角、7四歩、はい、一歩交換ですね。まあ6四歩みたいな手だけは気をつけておいてください。どういうことかというと、同銀と取ると7四歩と取られて、お互い一歩ずつ持ってますので銀ばさみですね、次に歩打たれる手が残りますので、こういう筋だけは
この5段目に出た銀っていうのは結構食らいやすいですので気をつけてください。でこの場合も7四歩に6四歩と突かれたら、まあ、1回7三歩成となって同金に、まあ、5六か7六に銀が逃げておくって展開ですかね。まあ、実戦は7四歩に同歩と取りまして、同銀、はい、7三歩6五銀と戦い、あ、一歩を交換しました。でまた後手は1一飛車とですね、後手はそうですね、手待ちをもう囲い完成して5五の位取られてるので動かす駒が少ないんですね。なのでこの局面自体は先手の作戦勝ちだと思います。まあ、ただ、まあ、作戦勝ちからこう固い穴熊相手に戦いを起こすと結構激しくなって硬さが生きるっていう展開もあるので、その辺だけ注意ですね。で実戦は5四歩と仕掛けたんですよね。で、まあ、仕掛けるのは仕掛けるで非常にいいんですが、ただ仕掛けると結構こう戦いが激しくなりやすいんですね。例えば銀交換になったり飛車交換になりやすいので、そういう時にあの一番いい形を作っておくというのがいいと思いますね。で後手は手待ちで指す手がないので先手だけ良い形を作れますので、例えばここで一回6六角と出ておいてですね、でまた飛車とか角がうろうろしたらこう7七桂と跳ねて8六歩ぐらいついておきますかね。でこんな感じで飛車や銀が交換してもすぐに端攻めができるとか、もう少しできるなら8五歩からこう8四歩同歩同角ともう一歩手持ちにしといてもいいぐらいなんですけども、決戦が起こってもすぐにこう駒が使える形、しかも離れ駒のない形にしておくっていうのが非常に大切だと思います。実戦はですねこの瞬間に5四歩といったんですね。まあこれはこれでいいと思うんですけど、まあただ指す手がないので今ぐらいまでしておくともっと良かったかなと思いますね。同歩同銀同銀同飛車5一飛車と、はい、後手は決戦に出てきました。でまあこうなった時同飛車なり同角と進んでいくんで、後手の角も不安定なんですけど、先手の角も例えば飛車打たれると角取りになったりとか、桂取りに打たれて桂馬取られたら角取りとかになるので、まあ、さっきぐらいまで例えばこのぐらいまで組んどくといきなり飛車を取って同角に9四歩同歩9三歩から8五桂とか端攻めをすることができますので、そうですね、あのまだこう指す手があるときは手待ちというよりもいい形を作っていくと。後手の方は飛車や角がうろうろしてるだけなので指す手がないんですね、有効な手がないと。ただし先手はまだまだあと最低でも2手ですね、角と桂馬、できれば歩突くとかこの歩も交換しておくとか、あの有効な手がいっぱいありますので、うん、手待ちしてるのは後手だけで、先手はもう少し駒組み理想形に組むことができたと思います。はい、で実戦は決戦に行ったんですね。5一飛車なり5一飛に同飛車なり同角で、飛車を打ったんですね。あ、ごめんなさい、単に打ってないですね、端歩を一回ついたんですね。9四歩同歩で1一飛車、はい、打ちました。角取りですね。まあ角取りなんですけど、ただ相手からもですね同じように飛車を打たれてしまうんですね。5八飛車が角取りを見ながらこの角を守ってますので、うん、先手で打たれるのはちょっと気分が悪いですから、ちょっとその辺だけ修正をするといいかもしれませんね。で実戦は6六角と出ました。はい、この辺りですね、角の逃げ場所が結構悩ましいんですね。うん、私だったら6六も有力なんですが7七に上がるかもしれませんね。これどういうことかというと、後手の飛車の機能だけを見るんですね。まあ6六に上がった方が
端に効いてるので攻め味は鋭いんですが、こう七七に上がっておくとですね、この飛車っていうのは角を守るだけなので、例えば次に五九歩というような受けの手を指した時に相手の飛車が横になることができないんですね。横になりますとこの角が取られてしまうので、こう自陣になり返るよりないと。そうなりますとこう先手陣はこう飛車からの攻めに対してしっかりしましたので、または香車取ったり好きなことできますので、うん、7七に上がる手もこう5九歩を見た時に有力かなとも思いますね。実戦は6六角と上がったんですね。まあこれはこれで攻め重視の手なので、結構厳しい手ですので、まあ7七に上がって5九歩を打つような手もあるということだけ覚えていただければと思います。で実戦は6九銀と打ったんですね。はい、厳しいですね。でこの銀を打たれる手は結構気になる手ですよね。やっぱりこう囲いの急所を攻められてますので、でこういう時にもこう七七にいると普通にこう金が寄れるんですよ。4八金と寄った時に5九には飛車がなれないんですね。で横になると角を取る、縦になるとこう銀を取ってしまうということができるので、そういう受けにも効いてるということですね。はい、で実戦は1三飛車成と取ったんですが、ここは何が何でも1回は4八金と逃げるべきですね。やっぱりこの銀でこの銀取られるのは痛いですから、金を逃げてこう飛車にならせて、まあそれから香車取るとか、まあ相手銀が成るとこう角を取るような手があるのであんまりできませんので、桂馬を跳ねるとか端から攻めるとかするといいと思いますね。はい、実戦は1三飛車成と香車を取りました。まあちょっとこの手は不安ですね。何が不安かと言いますと、せっかくこう角をなんていうんですかね、相手の角を取る手を狙ってるんで、この飛車が動けなくなってこう飛車の使い方に制限を与えてた局面ですし、あと竜が間接的に相手の玉に効いてるので香車を取る一手は大きいんですが、この竜が遊び駒になってしまうので、うん、この瞬間はちょっと不安ですね。下手すると一気に寄せられてしまう心配のある局面と思います。で実戦は、はい、金を取りました。うん、やっぱりここの金剥がされるのは大きいですね。3八銀成同銀で、2五歩と玉頭攻めですね。はい、同歩、あ、ごめんなさい、同桂ですね。同桂と取りまして、同桂。4九銀を打つと受けました。で、5九飛成に2五歩。はい、桂馬を取り返したんですね。で2六歩、まあ2六桂も厳しかったと思いますね。桂馬を打つことによってこの銀が逃げるとこれがタダになってしまうので、まあ動けませんので次に必ず取れますからね。まあ桂馬もあったと思います。2六歩、まあふわふで厳しいですね。でニャースさんなんですが、ここで2六歩に対して2九桂と桂馬を補強したんですが、この場合は 100% こちらですね、3九桂がいいですね。次こう拠点を作られてここから攻められていまして、しかも竜と銀の関係があるんでこの銀は動くことができないんですね。いなくなるとこう銀を取られてしまうので、ということでここの数は2対1なんですが、この竜も関わってくるので実質は玉と歩の1対1なんですね。ということで補強すべきは、はい、こちら。こちらに桂を打っておく方がいいかもしれませんね。実際は2九桂と打ったので、2七金と打たれまして、同金。同歩成。同玉。4九竜と なりまして、金と2六ですね。はい、4九竜と進みまして、
この銀2枚取られてしまったんですね。で先手は今金と歩を手持ちにしたんですが、後手が銀2枚取れましたので、純粋に駒を損しながらこう攻められ続けていると、まあ穴熊相手の負けパターンですね。なので、まあ、受けるときはしっかり受けないといけないですし、この3八の金を取られるのもダメですし、こう竜が活躍されるのも厳しいということで、まあ、ちょっとした問題なんですが、角の逃げる位置を変えてたり、こう銀に対して金を寄ってたり、竜をこの角、角取りのままに利かせておくなんていうののバランスが崩れると、こういうことが起こると思うんですね。で実戦は4九竜に、はい、3八銀と受けました。で2六歩3七玉と進んで、実戦はですね、後手の方8九竜と桂馬を取ったので、まあ、ちょっと余裕ができたんですが、これぜひですね、寄せ方として覚えておいていただきたいのが、そうですね、この全体の形を見ると、まあ、銀がですね、竜取りなんですが、竜取りと同時にこの地点も防いでるんですね。しかも金の守りもあるということで、1枚で何役もこなしてるんですけども、そういう時っていうのは危険なんですよ。例えばちょっと手筋なんですが、これ金があると2七金と打たれて、同銀同歩成同玉4七竜という手があるのは、まあ皆さんはお分かりだと思うんですが、金がないんですが銀2枚でそれが実は代用できるんですね。かといっていきなり2七銀と打つと王手ではないので、こう竜取られて失敗なんですが、これですね、そうです、こう2八に銀を打つというんですね。で同玉と取って、2七銀と打たれるとですね、同銀は同歩成同玉4七竜から詰み、まあ、こちらに逃げてもこう金銀両方取られてしまいますしね、1七に逃げても、まあ、どっちで取るんだろう、3八竜だったり3八銀ならずと取られて受けなしになってしまうと思うんですね。なので、はい、これ実は2八銀と打たれてたら投了級の寄せを食らっていたという局面なので、ちょっとこの5八飛車と4九銀のこの攻めですね、こう飛車を打って銀だけの攻めでこう崩壊してしまうのはちょっと残念なので、ちゃんとしっかりと面倒を見るというのが大切だと思います。銀を引っ掛けられたら、そうですね、ほぼ金を逃げた方がいいですね。特に相手はこう無傷ですので、なおさらそうですね。はい、実戦はここで、まあ、8九竜と遠くに逃げてくれたので、まあ、桂馬は取られたんですが、こちらは一安心となりました。で9三歩同香、1一竜と角取りに入りまして、4二角に9四香、はい、攻めてきましたね。まあ9四香はちょっとした勝負手ですね。で5一歩、まあ同香と取る手もあったと思います。同香と取って9三歩と垂らしたら、まあ、取ると桂馬はこう竜で王様取られてしまいますし、銀は同角成と取られてしまうんですが、まあ、9二歩みたいに受けて同歩成同玉とですね、玉を竜の筋からずらしておくなんていう受けはあったと思いますね。はい、実戦は5一歩と受けました。で9三香成、同じく銀、で9四歩ですか。で8四銀、9三香、そうですね、大体ですね、こういう局面怖くても取った方がいいですね。歩切れですし、まあ逃げてもなんか打ち込まれてしまいますので、素直に同銀と取った方が、9三歩と垂らされてもそれから玉逃げるとか9二歩と受けることができますので、こういうのは取るもんだと覚えておくといいですね。はい、実戦は8四銀に
九三とで同桂、そうですね、ここで取るぐらいだったら先取った方がいいですね。でこれもこれ同桂と来るとと金が作られてしまいますので、それはあまり良くないので、ここもこういう場合は8二玉と逃げておいて、香車とか歩には相手にしないっていう態度がいいと思いますね。これそこ歩で止まっててまだこちらに逃げ道ありますの でいざとなったら手番が来たら7四歩とかつけば上にも逃げられますので、うん、こういうところは取らないというのがいいですね。実戦は同桂、はい、同歩成、同銀、で、5四桂と打ったんですね。まあこれ別に普通に同角成でも良かったと思いますよ。銀がタダですからね、取れるものは取りでも良かったと思いますね。で、5四桂に、そうですね、まあ、後手もこの瞬間2七銀とか攻める手はあったと思いますね。ただ実戦は4五桂と打って同歩6四角と王手で角を逃げました。ただまあ先手も桂馬もらったのは大きいですね。5五歩と止めまして、6一金に取らないんですね。取ると受けられるのが気になるんですかね。まあそれでも銀が取れるので結構大きかったと思うんですよね。で取った時に、こう取った時に角が動くので、その瞬間5五角が気になるんですが、取った銀で弾いてもいいですしね。あと2六玉と上に逃げ出す手もあったので、うん、恐れずに取ってよかったと思いますね。まあ、実戦は9四歩と打ちました。まあこれはこれで厳しいですか。はい、でもこういう時もどんな時も悪くても 取るべきですね。同銀がいいと思います。実戦は9二歩と受けたので、同歩成、同歩にもう一回9四歩と打ったんですね、うん、そうですね、まあ、先手は ここにいた駒の銀が自然に歩と交換で手元に入りましたので、これは非常に大きいですね。でこの瞬間に、はい、2七銀と打ってきたんですが、そうですね、9三歩成となって、まあ、これはこれでいいんですが、これ実は詰んでるんですね。9二銀と打ちまして、まあ、逃げたらこう角成りの一手詰めで、同玉もこれ歩が成るんじゃなくて角が成るとこう逃げ道を封鎖してますので、8一玉9二金で詰みということですね。なので、まあ、自分の玉もそうですし相手の玉もそうなんですが、王手のかかる形になってきたら、まずは詰むか詰まないかっていうのを読む癖をつけておいた方がいいですね。まあ、読み切れないとしても詰むかもって思って考えるのとそうじゃないのでは全然違いますので、王手がかかる局面は全て詰め将棋だと思ってですね、こう挑まれるのがいいかもしれないですね。結構こう考えることが多くなって頭は痛くなるんですが、そういう癖をつけておかないと結構実戦で詰みを逃して逆転負けするっていうことが多いですので、ぜひこう相手の玉が見えてきたら、はい、まず詰みはないかなっていうのを考えておくといいと思います。で大体ですね、後手詰めとかそのぐらいで詰むことっていうのは級位者の対局だとかなり多いですので、別に十何手詰めとかプロみたいに20手とか30手以上の詰め将棋ってわけではないので、うん、そのぐらいはとりあえず考えてみるということですね。はい、で実戦はですね、まあ、9三歩成となりました。まあこれでも勝ちかもしれないんですが、先手の王様も結構王手がかかるのでうっかり頓死してしまう可能性もありますんでね、ちょっと怖いですね。で実戦は3八銀成、同玉、2七歩成、あごめんなさい、いいですね、2七歩成、4八玉、7八竜とですね、挟み撃ちで王手かけられましたね。まあちょっと足りなそうには見えますが、まあ、危ないですのでね、
やっぱり詰ますべきところはしっかり詰ますと。で、5八桂と受けまして、3八と金、5七玉、で、6五桂と打ってきたんですが、ここですね、4六玉と逃げますと、まあ、取っても同玉でこう上が広いので詰みはなさそうですね。はい、で4五歩同玉と取りました。で4二香車、まあ、同桂成もあったと思いますけどね、まあ、3四玉と一目散に上に逃げ出しまして、3三歩同じく玉で、まあここまで追ってやっぱり捕まらないということで9二歩と受けたんですね。しかし同とと取りまして、はい、同玉に、まあ、確実に詰んでるのは香車ですね。香車打って寄れば角成り、引けば銀打って8一に金打てば桂馬が効いてるので詰みというので、まあ、香車が本当は一番なんですが、まあ、実戦は9三歩と打ってきまして、まあ、8二玉と寄られたらもう一回成り捨てたりする必要があったり、こう9一銀と打ってちょっと長くなるんですよね。あ、9三に銀打ってもいいですね。金銀3枚ありますんでね。はい、実戦はただもう9一に逃げてくれたので、はい、9二金の一手詰めとなりました。これでニアスさんの勝ちだったんですが、序盤はこう駒組みで、まあ、7八金はちょっとね、まあ、ご愛嬌ということで置いときまして、戦いが始まる前は結構後手がもう指す手がなくて手待ち状態で作戦勝ちだったと思うんですね。ただし隙があると思ってこう仕掛けていった局面なんですが、もうちょっと6六角から7七桂とかこう端攻めできる、準備をさらにしてですね、それから戦いを起こしていればかなり優勢というか危なくなる必要がなかったと思いますね。あとはまあ大体そうしていれば5八飛車も角取りにもならなかったですしね。あとは5八飛車の角取りに対して、まあ、6六だけじゃなくて守備重視で7七に上がる手もあったし、こう6九銀に4九銀に対しましては4八金とやっぱり1回は逃げないといけないということで、ちょっとそこら辺がこう攻めるのかこう守るのかっていうところで、穴熊相手の攻め合いって結構やっぱり手数がかかったり硬いので、こう同じような攻め合いだと絶対勝てないんですね。なので本局は攻め合いをこう目指したりとか、香車を取って竜が遊び駒になったので、その瞬間に攻められた時は多分後手が優勢になってると思いますので、うん、そこら辺修正されると非常にいいんじゃないかなと思いますね。はい、今回はこれで以上となります。